スポットマイナス5人工衛星スポットマイナス5によって2002年に撮影されたアテネスポットはフランス、ベルギー、スウェーデンが共同開発した一連のリモートセンシング衛星の名称。スポットはサテライトポアエル・オブザーベーションデラテールの略で直訳すると地球観測衛星となる。フランスのトゥールーズに本拠を置くフランス国立宇宙研究センターの 外郭団体スポットイマージュにより運営されている。1978年にフランス国立宇宙研究センターが計画開始。ベルギー科学技術文化局とスウェーデン宇宙庁との共同によって計画実現を見た。現在までに7機が打ち上げられている。撮影された画像は防衛上の用途のほかヨーロッパ共同体の農業政策策定の参考にしたり、 5万分の一地図作成に用いられたり、地球環境、植生などの調査に利用されている。スポットの軌道は極軌道であり、円軌道であり太陽同期軌道である。極点を通過する地球の周囲を周回することによって26日ごとに同じ地点の上空を通過する。軌道は高度 832km で、軌道傾斜角は98.7度で1日あたり14.5。5 26周する。1986年以来、スポット衛星が周回しており1000万枚を超える画像が撮影された。スポット1号は、アリアンにロケットで1986年2月22日に打ち上げられた。2日後1 8 0 0ラムのスポット1号は、空間分解の10から20メートルの最初の画像を送信した。 スポット2号は1990年1月22日に、スポット3号は1993年9月26日に、それぞれ軌道に加わった。衛星は同時、または個別に2つのモードで運用できる2台の、同型の HRV 撮像装置を備える。2波長モードは、パンクロマチックと複数の波長で撮像する。 パンクロマチックモード帯域での解像度は10メートルで、3波長帯域では解像度は20メートルである。それらの撮像範囲は3600平方キロメートルで緯度に応じて1日から4日の間隔で再び訪れる。大気の影響により、徐々に高度が低下して2003年にスポット1号は軌道から外れた。 スポット2号は2009年7月半ばにイヤードックマイナスの要請を受けたことによって2週間後2009年7月29日に軌道を離脱したスポット3号は安定装置の問題により機能していないスポット4号は1998年3月24日に打ち上げられスポット1号から3号の主な機能を改善している主な特徴として HRV を、より解像度の高い可視光と、近赤外線の撮像装置に更新されている。さらに地質調査、植生調査、積雪調査の能力を提供することを目的として、中赤外域の観測帯域が追加された。スポット午後は2002年5月4日に打ち上げられ、現在も運用中で顧客に改善されたデータと、 市場の要求に応じて変更された画像を提供する。スポット5号は、スポット4号のハーバーよりも優れた2台の、高解像機化学装置を備えると推測される。それらは高解像度で、パンクロマティックモードで2.5から5メートルの解像度で、多波長モードでは10メートルの解像度である。スポット5号も、同様にアワーズ撮像装置を、パンクロマティックモードで運用する。 アワーズは衛星の前方と後方を撮影する。そのため、ほぼ同時に立体地図を作成することが可能である。スポット6とスポット7号は広範囲の高解像度の地球の画像を得るように設計された衛星でいず、アストリアムは2009年にこの種のデータを求める政府の要請に応じて2023年までにこの衛星を製造することを決めた。 アストリアムの子会社であるスポットイメージ社は衛星に単独で出資しシステムを所有する。ありがとうございます。